こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は初めての人のためのフリーランス節税辞典について解説していきます。結論を言うと、絶対に青色申告をしてください。節税できる金額が大きく変わります。節税のポイントは2つです。あなたが使える控除をしっかりと知ること、そして所得税の対象である課税所得を減らすことです。節税に役立つ主な所得控除を紹介します。基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、小規模企業共済等の掛け金控除などです。これらについてはしっかりとインターネットで調べてみてください。もしあなたが年間20万円の節税ができれば、あなたが働かずに年間20万円手元に残せるお金が増えたってことです。節税でお金が増えれば、老後資金、教育費、投資に使うことができます。あなたに余ったお金で僕がおすすめするのは投資です。そのあたりも今回伝えていきます。経営者、フリーランスになりたい方、副業に興味ある方、投資でお金を増やしたい方は最後までご覧ください。青色申告と白色申告の違い。 e-tax で確定申告すると10万円もお得。フリーランスの経費は自己申告。国民年金保険料は最も安全で確実な投資。生命保険や学資保険は無理して入らない。生活費1年分以上の貯金を目指す。投資をするなら積立 NISA。 投資はバイアンドホールド。それぞれ解説していきます。フリーランスの人は青色申告をしてください。白色申告だと節税はできないです。節税できないってことはお金が増えないってことです。納税は国民の義務です。しかし節税は国民の権利だと捉えてください。青色申告の節税効果は非常に高いです。例えば課税所得が400万円の人が白色申告をすると、所得税と住民税の合計額は約78万円です。一方青色申告をする場合、所得税と住民税の合計額は約58万円です。20万円も節税できます。これからは必ず青色申告をしてください。具体的な青色申告の節税のメリットは4つあります。1つ目、最大で65万円の青色申告特別控除が受けられます。2つ目、家族への給与が全額必要経費として認められます。3つ目、30万円未満の少額減価償却資産が一括で経費計上できます。4つ目、赤字を3年間繰り越すことができます。これらは白色申告だと全てできないです。4つのメリットをしっかりと覚えてください。特別控除の65万円だけでなく、家族の給料が経費に入れられること、パソコンを買った時の経費も一括計上できること、赤字の繰り越しも可能です。続いて、オンラインでの確定申告をすることで10万円も得します。確定申告であなたが税務署に行く必要はないです。むしろ行かない方がいいです。自宅からネットで送信することができます。なぜなら確定申告の書類を e-tax へ提出すると、所得から65万円が控除されます。一方確定申告の書類を税務署の窓口に提出すると、所得からは55万円しか控除されないです。つまり e-tax の方が10万円得するってことです。あなたが青色申告をして65万円の青色申告特別控除を受けるには2つの条件を満たす必要があります。1つ目が先ほどから伝えている e-tax で確定申告を行うこと。2つ目が複式簿記で帳簿を作ることです。ちなみに会員簿記とは PL だけ作るイメージです。一方複式簿記はいくら儲かったかという PL だけでなく、資産負債などの財政状態が分かる BS も作るってことです。ちゃんと帳簿を作る必要があるってことです。今は自動的に帳簿が作れるパソコンソフトがあります。またそれが面倒な方は税理士に作ってもらうのもありです。続いて、個人事業主の経費は自己申告。自分で経費は申告する必要があります。事業で必要な費用が発生した場合は必ず領収書やレシートをもらってください。そして最低でも月ごとに整理して大切に保管してください。経費とはそもそも何なのか。事業を行って売上を得るために使った費用のことです。経費の額が大きければ、その分税金が課される金額は小さくなります。しかし経費を使うと手元に残るお金も減ります。そのため必要以上の経費は使わないでください。無駄遣いはやめてください。ちなみに経費として計上できるのは事業に関するもののみです。青色申告をする方は帳簿書類や領収書は7年間保存する義務があります。しっかりと保管してください。続いて、国民年金保険料は最も安全で確実な投資。国民年金の納付率はなんと 69% しかないです。特に若い世代ほど未納の傾向があります。31% も納めてない方がいるってことです。国民年金はもらえる金額が少ない、そうよく言われます。また将来は年金が破綻するため払い損という言葉もよく聞きます。しかしこれは完全に間違っています。国民年金は額が少ないわけではないです。また破綻するリスクはないです。国民年金っていうのは最も安全で確実な投資です。こんなにお得な制度を使わないのはもったいない。
ないです。もちろん僕もしっかりと払っています。あなたが国民年金保険料を40年間完璧に払っていると、80歳まで生きたとすると20年間でなんと800万円も得します。払った金額よりも800万円多くもらえるってことです。もしあなたが95歳まで生きると30年間で1500万円も得をします。一方、国民年金保険料を一度も払っていないと、あなたがどんなに長生きしても1円ももらえないです。国民年金をもらえるのともらえないのでは老後の生活っていうのは大きく変わってきます。必ず払うようにしてください。続いて、生命保険や学資保険は無理に入らなくていいです。これらの保険は損する確率が高いです。常に入っている方は内容を見直してください。浮いた保険料で節税をしながらより効率よく資産形成してください。日本人は保険貧乏の人が多いです。保険貧乏とは保険料を払うことで貯金ができない人のことです。生命保険は不動産の次に高い買い物とよく言われます。一生の間に支払う生命保険料を計算すると相当な額になるからです。生命保険には3つの役割があると言われています。その3つとは、貯金代わりになること、死亡時の備えになること、医療費に充てる、この3つです。1つずつ見ていきます。1つ目の貯金については、今は生命保険の中に旨味がある貯蓄商品はないです。そのため役割を全く果たしていないです。貯金または生命保険ではなく、貯金または投資信託をした方がいいです。2つ目の死亡時の備えについて、確かに幼い子供を残して亡くなるリスクはあります。そのため念のため生命保険は必要です。しかし、積立型の保険や外貨建て保険、月1万円を超える保険は全くいらないです。メットライフ生命の掛け捨て保険で十分だと思います。3つ目は医療費についてです。最低でも 7.5 ヶ月から1年分の貯金があれば、病気や怪我をしても治療費っていうのは貯金から賄うことができます。また、国民健康保険に加入していれば高額医療費制度を利用することができます。貯金から医療費っていうのは賄ってください。そして、学資保険は途中で解約すると元本割りする可能性が高いです。また、利回りも投資信託と比較すると良くないため、学資保険も入らなくていいと思います。続いて、生活費1年分以上の貯金を目指してください。フリーランスの人は最低でも生活費の1年分のお金を貯めることを目標にしてください。生活費が1年分以上の貯金があると、病気、怪我、災害にあっても余裕があります。急に仕事が減っても対応することができます。使う用の口座に 1.5 ヶ月分、貯める用の口座に最低でも6ヶ月、理想は1年分の貯金を目指してください。続いて、投資をするなら、まずは積立 NISA がおすすめです。投資をせずに老後を迎えるのはリスクしかないです。フリーランスの人こそ投資をしてください。例えば、月2万円を20年間貯金するのと年利 6% で運用するのでは大きな差がつきます。貯金だと20年後480万円です。投資だと20年後924万円です。444万円も違います。積立 NISA は国民が投資の力で老後の資金を準備できるように国が作った制度です。積立 NISA を利用すると利益には税金がかからないです。非常にお得な制度です。使わないともったいないです。例えば、積立 NISA の口座で500万円の利益が出る場合、税金が取られないため手元に残るのは500万円です。税金 20% がかからないため10万円も得するってことです。そして、横山さんがおすすめする投資方法は非常にシンプルで分かりやすいです。まずは楽天証券か SBI 証券の口座を開いてください。僕は楽天をおすすめします。楽天をおすすめする理由は、とことん得する楽天生活の解説動画をご覧ください。そして、積立 NISA 用の口座で楽天全世界株式、インデックスファンドといった投資信託を買うだけです。この商品の年の利回りは期間10年で 10.8% です。素晴らしいパフォーマンスです。生活費1年分以上の貯金がある方は、積立 NISA で年間40万円まで投資信託を買ってみてください。月に約3万3000円です。おすすめです。もし貯金の額が足りない方は、月1000円でも3000円でも OK です。無理のない範囲で、とにかく投資を始めてみてください。続いて、一度投資を始めたら、2、3年は続けてください。投資っていうのは、長く続ければ続けるほどお金が増えて、損をするリスクが下がります。逆に、最初の1、2年は、なかなかお金が増えないです。一度投資を始めたら、まず2、3年続けてください。2、3年ではなく、積立NISAの期間である20年以上続けるようにしてください。楽天全世界株式を年40万円ずつ買って20年間持ち続けると700万円以上利益を手にする可能性があります。一方、せっかく買った楽天全世界株式をすぐに売ってしまうと大した利益は得られないです。場合によっては元本割れする可能性もあります。これまでのたくさんの世界恐慌が起こっています。その時は一時的に暴落します。1972年のオイルショックの時は 43% 下落、1987年のブラックマンデーの時は 30% 下落、2001年の同時多発テロの時は 45% 下落、リーマンショックの時は
50% も下落しています。しかし短くて3年、長くて10年も経てば市場は回復して暴落時の影響を吸収して右肩上がりの成長します。実際コロナショックによる暴落の後、楽天全世界株式は再び上がって2021年4月時点で暴落前の価格を大きく超えています。世界恐慌や暴落があった時は投資信託を安く手に入れるチャンス、そのように捉えてください。僕もコロナで落ちた時に一気に買い増しをしています。フリーランスの人が貯金だけで20年間で老後2000万円問題の2000万円を貯めるのはすごく大変です。でも過去の実績からすると、積立 NISA で毎年40万円ずつ20年間楽天全世界株式のインデックスファンドの積立を続けることによって2000万円問題っていうのはクリアする可能性が高いです。そして購入したら持ち続けてください。キーワードはバイアンドホールドです。買ったら常に持ち続けることを意識してほしいと思います。それではまとめいきます。フリーランスの人は青色申告をしてください。家族で65万円の青色申告特別コードがあります。家族への給与が全額必要経費として認められます。30万円未満の少額減価償却資産を一括で経費計上できます。赤字を3年間繰り越すこともできます。続いてオンラインで確定申告するだけで10万円得します。確定申告の書類を e-tax へ提出すると所得から65万円が控除されます。一方、確定申告の書類を税務署の窓口に提出すると所得からは55万円しか控除されないです。続いて個人事業主の経費は自己申告です。事業で必要な費用が発生した場合は必ず領収書やレシートをもらってください。そして最低でも月ごとに整理して大切に保管してください。続いて国民年金保険料は最も安全で確実な投資です。あなたが国民年金保険料を完璧に払っていると20年間で800万円、30年間で1500万円も得をします。続いて生命保険や学資保険は無理に入らなくていいです。すでに入っている方は内容を見直してください。浮いた保険料で節税しながらより効率よく資産形成をしてください。続いて生活費1年分以上の貯金を目指してください。貯金1年分、生活費の1年分以上の貯金があると病気、怪我、災害にあっても余裕があります。急に仕事が減っても対応することができます。続いて投資をするならまずは積立 NISA がおすすめです。おすすめの商品は楽天全世界株式インデックスファンドです。最後は一度投資を始めたら 2,3 年は続けてください。投資っていうのは長く続ければ続けるほどお金が増えて損をするリスクが下がります。世界では様々な恐慌が起こっています。その時は一時的に暴落します。短くて3年、長くて10年経てば市場は回復して右肩上がりの成長しています。投資は買ったらバイアンドホールドが基本です。買ったら売らないようにしてください。20年以上持ち続けることをお勧めします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。